上弦が鬼狩りにやられた。いやはやお元気そうで何より90年ぶりでございましょうかな。恐ろしい恐ろしい。しばらく会わぬうちに玉子は数も数えられなくなっておる。呼ばれたのは113年ぶりじゃ。来ておくれよ赤座殿。俺の心配はしてくれないのかい？俺はみんなをすごく心配したんだぜ。大切な仲間だからな。誰も欠けてほしくないんだ俺は。ひゃっ、ドーマ殿。上弦の一様は最初にお呼びしました。ずっとそこにいらっしゃいますよ。私はここにいる。アマラの存在理由がわからなくなってきた。返す言葉もない。産屋敷、巧妙に姿を隠している。無惨様、私は違います。あなた様の望みに一歩近づくための情報を。私が嫌いなものは変化だ。状況の変化、肉。私が好きなものは不変、完璧な状態で永遠に変わらないこと。無惨様の手が私の頭に。まだ確定していない情報を危機として伝えようとするな。ギョッコ、情報が確定したら反転羽と共にそこへ向かえ。教えてくれないか。この通りだ。無惨様がお前に何か命じたか。赤座、お前は度が過ぎる。よいよい、黒脂肪だな。赤座、私の言いたいことは分かったか。分かった。俺は必ずお前を殺す。励むことだ。次でお前を殺す。 I don't wanna cry. I don't wanna cry.
な。攻撃止めたな。殺す気で切ったけどな。いいな、お前いいな。序列の乱れ引いて従属関係にひびが入ることを憂いている。私も言いたいこと分かった。Few moments later. 金森っていう刀鍛冶知らない？ああ、時藤君どうしたの？何？あ、いや、その前に今俺の鼻つまんだ。金森さんは知ってるけどどうしたの？金森は僕の新しい刀鍛冶。鋼塚はどこにいるの？一緒に探そうか。なんでそんなに人を構うの？人のためにすることは結局巡り巡って自分のためにもなっているものだし。今なんて言ったの？今ちょうどいいよって
禰豆子起きたか。その子何かすごく変な生き物だな。変ですか？すごく変だよ。僕は前にもその子と会ってる。前もそうだったのかな。なんだ鬼なのか。鬼がどうしてこんなところに。目視するまで気づかなかった。この鬼間違いなく上弦。霞の呼吸、死の方、イリュージリ、早い、仕留められなかった。やめてくれ、いじめないでくれ、痛い。気遅れするな、大勢人を殺している鬼だ。そうでなきゃ柱の攻撃を避けられない。火の神神楽、なんで反撃してこない。上弦じゃないのか。禰豆子、その姿になるな。鬼化が進むからやめろ。切られた。切った、首を。早い。でも上弦は首を切ったからといって必ず死ぬとは限らない。トクト君、油断しないで。分裂、一方には頭が生え、もう一方には体ができた。後ろは俺が。同時に切れば。禰豆子、時刀剣。豆粒が遠くまでよく飛んだなあ、赤道。何も楽しくはない。わしはただひたすら腹立たしい。辛くお前と混ざっていたことも。そうかい、離れられてよかったの。またこいつらも首を同時に切らなきゃダメなのか。これはあの自宅上、まず意識が飛びそうだ。屋根に誰か。玄弥、なんだあの武器は。銃か。日輪刀と同じ匂いがする。一匹仕留め損ねた。おこれは楽しい、面白い。初めて食らった感触の攻撃だ。剣やダメだ。どんなに強い武器でもこの鬼は倒せない。切ったら切っただけ分裂する。若返ってる、強くなるんだ。首を切らせるのはわざとだ。この鬼は首を切られることに頓着してない。つまり首は急所じゃない。4体に分裂、再生が早い。規則性はないか。どこが一番早く治る。急所は必ずあるはずだ。探せ、見極めろ。何か分裂して4体のはずじゃ。わかれるのは久方ぶりじゃ。
この鬼は飛んでる。能力が4人とも違うんだ。禰豆子、俺に構うな。ゲリアを手助けし、悲しいほど弱い。人の心配とは余裕があるの。火の神神楽、やるの。これはなかなか喜ばしいぞ。枝に掴まれ、枝に。早く立て、立ち上がれ。里の人たちも危ない。守らなければ。くそ、体がしびれてる。耳も聞こえない。まずい。同じ名前。攻撃の威力が落ちてる。強くなっていく分裂は無限じゃない。弱くなる。後ろ一体だけでも。早く禰豆子と玄弥のところへ。頑張れ娘、もう少し。さっさと手足をもいでしまえ。わしはさらにイライラしてきた。その娘、わしがとどめを刺す。槍が抜けぬ。てめえの相手は俺だろうが。愚かだ。即死できぬというのは悲しいの。だがもうこれで死ねる。しゃあ、国旗。まだ生きているだろうが。頭をかち割れ挨拶。悲しくなる。死ぬまで何度でも首を切ってやるぜ、虫けらども。くそ、このイカズチは避けようがねえ。挨拶が致命傷を与えているのに。お前はもういいぞ娘。この蹴りの威力は。何をしているのか。なんか腹立たしい。うろぎの足。この小僧、勘がいい。戦いの起点が効く。片手じゃ首は切れない。下だ、下を狙え。おれ許さん。待て、もう回復したのか。禰豆子。禰豆子、私も仲間に入れてくれ。なんて重圧だ。体がひしゃげる。さあ、とどめじゃ。禰豆子、Please let go of my sword! 禰豆子! The sword's changing color, shrouded in exploding blood. Exploding blood sword! Your sword turns red only during the heat of battle, isn't that right? Who is that? It's so beautiful though, isn't it? The samurai she's talking about, does that mean his sword was pitch black too?
Even though it was through a different method, my sword is no different than that swordsman's. I have to repay what they've done for me to defeat the demons. I have to come through for them no matter what! A burning blade, Lord Muzan's memories, and nearly beheaded him. I see that swordsman in him. Hinokami Kagura, son to Halo Dragon! ケンヤ、無事だった。まるで、まるで。Six and a half hours later.見つけた。さあ、私どもの作業小屋まで案内します。あった、魚の化け物はいない。あの小屋で作業をしてたんです。来てる。よくぞ気づいたな。私は玉子と申す者。殺す前に少々良かったのお客様にはぜひとも私の作品を見て。あぬちの断末魔でございます。断末魔を再現するのです。どうですか、素晴らしいでしょう。このように刀をひねっていただく。私のこだわりはそのツボの。よくも切りましたね、私のツボを。ボンバリ予算。これ少年、時藤殿から隠れておいて。だらけで随分滑稽な姿ですね。で手足がじわじわと麻痺してきたのでは。かないのは君のおしゃべりだろう。血気術水黒鉢。鬼狩りを弱体化させれば産屋敷の首もすぐそこだ。おがき苦しんで歪む顔を想像するとたまらない。ダメだ、切れない。いやいや、急で技を出せないばかりか。じきにお前はその中で生き絶える。どこも一緒か。作品への想像力が高まります。嬉しいだろう。ファンの顔、とてもいいですね。何を大事にここを守ろうとしているのか。霞の呼吸、一の型、水天灯霞。この突き技でも破れない。視界が狭窄してきた。応援が来てくれるといいけど、せめて二人柱を頼みます。いつも間違えたから僕は死ぬんだよ。どうしてそう思うんだ。気を自分で決めたらダメだ。こんなこと言われてない。死ぬ。絶対どうにかなる。諦めるな。られない。みんな僕より弱いから。ことなんてほんのこれっぽっちだよ。力を合わせて頑張るんだ。ちゃんとしなきゃいけなかったのに、段を間違えた。大丈夫だよ。死なせない。
時藤さん頑張って。何なんだこれ、グニグニして気持ち悪い。何してる、後ろだ。みぞおち、君じゃダメなんだ、君にできることはない。ダメにすることは巡り巡って。無一郎、僕の父は君と同じ赤い瞳の人だった。罪の呼吸二の型、あやかつみ。10歳で僕は一人になった。両親が死んだのは10歳の時だ。父はソマビトだった。母さん大丈夫？今父さんが薬草を取りに行ってるから。すごく暑い。寒い。これ僕の布団。なん、父さんもうすぐ帰ってくるから。その日、母さんと父さん。無一郎、僕の兄は雄一郎と言った。情けは人のためならず、誰かのために何かしてもろくなことにならない。するなよ、あんまりだよ。俺は事実しか言ってない。こんな会話意味がない。結局過去は変わらない。そうよ、人のためにすることは巡り巡って自分のためになるって意味。状態になってて薬草なんかで治るはずないだろう。バカの極みだね。何かしようとして死んだ人間の言うことなんて当てにならない。死んだのは母さん一人で済んだのに。無一郎の無は無意味の無。やがて季節が過ぎて春になった。赤羽の木のせいだと思った。あまりにも美しいので。だけどこのように暴言を吐いて天音様を追い返した。ねえ、剣士になろうよ。もう一番最初の呼吸っていうのを使うすごい人ってものがこの世にいるなんて信じられないけど。知ったことじゃない。さっさと米を火に苦しめられてる人たちを助けてあげようよ。罪言えよ。本当にお前は父さんと母さんそっくりだな。米も一人で炊けないような奴が剣士になる。人を助ける、人を助けるなんてことはな、選ばれた人間にしかできないんだ。完璧すぎるんだよ。どういう頭してるんだ。その中薬草なんか取りに行った父さんも、いいのを言わないで働いて体を壊した母さんも、母さんにも休んでって何度も言ったのに。先祖が剣士だったからって子供の俺たちに何ができ。この話はこれで終わりだ。いいな、さっさと晩飯の支度をしろ。夏になった。兄さん、兄さん、つまらねえ命なんだからよ。とてつもない方向がまさか口から発せられていると思わなかった。気づくと鬼は死にかけていた。兄さん生きてる。兄さん、さま、おとくさま、お願い、いいのは俺だけです。当てるなら俺だけにしてください。とは俺とその優しい、どうか弟だけは。一郎の無は無限の無なんだ。あの男、気合っても
まだ研ぐのはやめない。しびれがひどい。僕にはもう。無一郎なら大丈夫。さあ立って。無限の無なんだ。罪の呼吸、死の型、夕霧。待て待て、なんだあの技は。さっきよりもなお速い動きで私に傷をつけた。赤つぼ地獄の弾力は、これは切れまい。ありがとう金森さん。霞の呼吸、五の型、カウンの海。次は切るから。いつも俺には余裕がなく、だけどな、無限の力を出せる選ばれた人間なんだ。時藤殿、なめるなよ小僧。と言ってるだけで、どうせ君は僕に首を切られて死ぬんだし。どこが歪んでいるんだ。一万百九年、霞の呼吸、六の型、月の歌唱で弾き飛ばされた。上に逃げるのやめてくれないかな。この姿を見せるのはお前で三人目。結構いるね。黙れ。完全なる美しき姿に靴がいい。なんとか言ったらどうなんだこのテクノボゲ。クリもしなかった。上に逃げるなと己が言わなかったか。震えているな、恐ろしいか。拳で触れたものは全て愛くるしい鮮魚となる。どんなすごい攻撃も当たらなかったら意味ないでしょ。血気術陣殺巨人。どうかね、私のこの断りに反した動く魚の頭をつけてやろう。霞の呼吸、七の型、おぼろ。ことだ。やつはどこへ行った。あそこか。やったー。おはい。いや、あそこだ。見つけた。なんだ、なぜ消える。私が、この私が、くそー。子様の首を焼きま、選ばれし優れた生物なのだ。もういいからさ、く地獄に行ってくれないかな。どうなうじましだ。いや、別に舐めてるわけじゃないよ。事実を言ってるだけで、どうせ君は僕に首を切られて死ぬんだし。I'm about to end this man's whole career. その口の利き方が舐めていると言ってるんだ、クソガキめ。たかだか10年やそこらしか生きてもいない分際で。そう言われても、君には尊敬できるところが一つもないからな。見た目も喋り方も、とにかく気色が悪いし。に本を見せても読めないのと同じ。君の方がなんだか便所に住んでいそうだけど。You're a victim! 黙れ、便所虫。少し短いし。ああ、もしかして自分に対して言ってる独り言だった？邪魔してごめんね。勝ちたくて必死なようだな。見苦しいことで。Who are you talking to right now? ズボ、形歪んでない？
左右対称に見えないよ。へったくそだな。それは貴様の目玉が腐っているからだろうが。お前には私の真の姿を見せてやる。はいはい。この姿を見せるのはお前で三人目。生きていられた者はいない。すごいね。必要たじたのバカガキが。なんとか言ったらどうなんだこのデクロボが。いや、だってさっき黙ってろって言われたし、そんなびっくりもしなかった。木の上に逃げるなと己が言わなかったか。いや、単純に臭かったから鼻が曲がりそうだよ。どんなすごい攻撃も当たらなかったらいいんでしょ。パオ。お前はどのように料理してやろうか。醜い頭をもぎ取り、美しい魚の頭をつけてやろう。ねえ、君は君はさ、なんで自分だけが本気じゃないと思ったの。子供に、私が、この私が。お前はもう二度と生まれてこなくていいからね。人間の分際でこのギョッコ様の首を焼きも、この下等なウジ虫ども。もういいからさ、早く地獄に行ってくれないかな。図に乗るなよ。上弦を倒すのは俺だ。いやよだれが出てるぞ。どうしたんだ。俺の首を絞めてるし。柱になるのは俺だ。なるほど、そうか、分かった。俺と禰豆子が全力で援護する。お前の魂胆は分かってるぞ。そうやって油断さす。攻撃は効いてる。落ち着け、イガルシ。遅い。俺たちのようには倒せないんだ。今度意味がない。禰豆子。ずっと気になっていたこと。首が急所じゃないなんてことがあるのか。んだけしたあの匂い。そう、五体目がいるんだ。見つけなければ。もう怒り鬼が復活した。急げ、禰豆子だけは切らないよう気をつけてくれ。俺の妹だから。五体目はどこだ、これは。うちわの鬼が風を使ったおかげで。探れ。大丈夫じゃ、わしは見つからぬ。悪い奴らは喜怒哀楽が倒して。いた、見つけた。今すぐだ。隠してる。援護する。北斗は。また雷が。玄野を助けろ。雷の鬼に玄野の邪魔をさせる。飛ばされるな。絶対にこの場。まずい、雷の攻撃も来る。禰豆子。セキド。分かっておる。そのまま張り。さっきよりさらに速くなった。爆発的な成長。
まずい。カラク、カラク。このアッパが。よし。あとは鉛玉を飛ばす。次、切られていた。ゲイヤー！右側だ。南から。探してる。術か。また何かの術で。実装。小さすぎだろ。よし、いける。勝った。バカだ。バカだ。こんな。だ。もたつきすぎだ。もう一度首を切るんだ、ルカ。首を切ることだけからになるんじゃないのか、死なずがわけや。激類しと、まずい、食らった、もろに。目じゃないのか。あいつさっきまで怒りの鬼だった。鬼と楽の鬼。肉がひねりつつは口を開いたが姿へ。三体の鬼を吸収。しまった、本体が囲われる。心臓が痛い。なんぞ貴様。重い声が。奴が。誰がだ。ふざけるな。他人間の数は100や200じゃないだろう。その全員が命をもって償わなければならないことを際に許さない。お前の首は俺が切る。そいつらとも貴様は関係なかろう。そんなこともわからないお前の方こそ。火の竜の頭は5本伸びる。火の神カグラ。の鬼の力も使える。呼吸の糸間がない。気が続かない。でも66尺以上離れ。終わりだ。柱君。禰豆子ちゃんと玄弥君は私が助けるから。
全国よりも動きが早い。何をしている。一体何を。あれは憎たらしい。だがしかし永遠ではない。必ず体力が続かなくなる。人間は必ず。左足をやられていなければ。雷の呼吸って一番足に意識を集中させるんだよな。自分のさ、それら全てを認識してこそ本物の全集中なり。体の寸法とか筋肉の一つ一つの形ってさ、俺の育てのじいちゃんがよく言ってたな。力を足だけに溜めて溜めて一気に爆発させる。空気を切り裂く。雷鳴みたいに。逃がさない。行け行け。今度こそ渾身の力で切る。必ず首を。お前もわしもかわいそうだとは思わんぞ。弱い者いじめを責めろ。Doing some research. At last. How about taking a break and having some tea with me? Sounds like a very interesting story. Your head. What happened to it? There's no longer any need to search for the blue spider lily. 薬の用意が整いましてございまする。マネバ、私はどうなる。たちを数える前にそのお命つきましょう。もういい。同席感。
病状の悪化は止められない。死んで当然だけれども、その医者の薬が効いていたというのが分かったのは、私の体は正気がみなぎり、ただ日光に当たれば死ぬのだと。人の血肉を欲するようになった。いや、この安寧を乱す鬼め、それは私のことか。助けた。あの娘が太陽を克服した今、それを取り込み、私は日の光を克服する。私は他のみんな。黄色い頭のやつは一昨日だけ。はい。もう任務に出てるらしい。音柱は自分で歩いてたな。嫁さんの肩借りてたけど。伊之助は？伊之助さん、すごく状態が悪かったの。じゃあ、天井に張り付いてる伊之助は俺の幻覚なんだな。よくぞ気づいた散歩しよう。仰向けだから。刀をなくすとはどういう了見だ貴様。それで食欲ねえのか、食え。ああ、葵さんたちがなだめてくれなかったら昼まで続いていたと思う。こっちこっち。すみません。おかわりいりませんか。くれ。鋼塚さんは今どうしてるの？鋼塚さんなら縁側でみたらし団子を食べていらっしゃいますよ。なんとか機嫌も治ったようですよ。俺も食いた。はいはい、後で買っておきますから。Can't shoot him.